ザテレビジョン、ザテレビジョンは、角川発行の日本のテレビ情報誌である。毎週水曜日発売の週刊版、毎月24日発売の月刊版、同じく毎月24日発売の地上波、BSCS を扱う専門版の月刊大人ザテレビジョン、月刊大人ザテレビジョンがある。週刊版は、有名人がレモンを持った表紙でおなじみ。しばしば、ザテレビジョンもしくは、 ザテレビジョンとも記されるが、正式名称は、境内の通りである。1994年6月より地区ルごとに、テレビドラマを対象とした賞、ザテレビジョンドラマアカデミー賞を主催し発表している。通常は、発売週の土曜日から7日間の地上波と BS のテレビ番組表が掲載されており、ゴールデンタイムを中心に、番組の見どころが掲載されている。バラエティー。 音楽、アニメ等のジャンル別番組表も掲載。1年の最後に発売される12月中旬頃の発売号及び8月中旬、お盆休みの号は、その期間内、年末年始号は2週間から3週間分、年によって数は異なるのガイドを掲載。価格も通常より若干高めになるが、年末号が1年で最も部数像となる号でもある。放送地域ごとに、 各地区版を発行しており、全国47都道府県をカバーしている。地域のローカル番組を紹介するページもあり、地元アナウンサーのコラムなども掲載され、地元に密着した紙面作りが行われている。また、年末年始号を中心に特集が組まれることもある。過去には2000年のテレビジョンのように、放送行政など踏み込んだマニアックな連載もあ。ローカル情報の手厚さは、 テレビ情報誌としては、先輩格の、週刊 TV ガイドを凌駕するとされる。また、総刊当初のごく一時期、FM 放送、NHKFM 放送と各地の県域民放の番組表を載せていたとがあったが、FM 県域民放の拡大などによる、紙面スペースの都合で、その後廃止された。また、日本雑誌協会調べの印刷証明不数において、ここ数年、週刊版は、 ザテレビジョンが周囲を維持していたが、2011年度、2010年10月から2011年9月までの平均部数は、週刊 TV ガイド411,192部、ザテレビジョンは405,501部となり、逆転を許した。1982年9月22日、角川書店が株式会社ザテレビジョンを設立し、角川映画のドルバコスター、 薬師丸広子を表紙にして、テレビと遊ぶ、本、週刊、角川の副題で創刊。同出版社の映画情報の月刊誌、バラエティの週刊版という位置づけで創刊から数年は、FM ラジオ番組の情報や週刊番組表を掲載したり、赤川次郎や西村京太郎など人気作家の連載小説や角川映画新作情報を掲載するなどバラエティに富んでいた。 なお、総関から、しばらくの間、地域版としては、首都圏関東版と関西版の2班体制で、それ以外の地域は、全国版として、各系列のダイジェストと、18時以降の東京キー局番組表を、系列として掲載していた。後に、中部版が独立し総関されたが、三大都市圏以外では、各地域版が総関されるまでこの体制が続いた。 先区の週刊 TV ガイドはこの年すでに創刊20周年にして1 0 0号を超えており、テレビ情報誌の代名詞的存在になっていた。週刊 TV ガイドが幼児からお年寄りまでを対象としたオールラウンな紙面作りをしていたのに対し、同志はカラーグラビアを多用するなど10から30代の購買層にターゲットを絞る戦略を取ったことが、総合志向発ながらもライバル誌に肩を並べるに、 至った。なお、価格は量子とも百七十円であった。有名人がレモンを持った表紙は、総刊号で撮影されて、以来、しばらく行われなかった。総刊から三年半後の1986年3月14日号、モデル、小木の目陽子から、恒例となり、移行文字通り同士の顔として定着している。皇室関係者や、政治家、または、 スポーツ選手の試合風景、映画、ドラマのシーンをモチーフにした号以外は必ずレモンを持たされるが、1991年11月15日号、1993年10月15日号の長渕剛だけは二度にわたり拒否したが、2013年3月18日放送の喋くりセブン。 日本テレビでこのことが紹介されたのをきっかけとして3度目の表となった同年5月24日号では、レモンを持って登場している。特定作品のキャラクターについては後日、2017年3月現在、メインで掲載されたものに限る、アニメキャラクター、期待実写、特撮キャラクターその他のキャラクターなおメインで掲載されたもの以外でも、各種キャラクターが表紙に載ることがあり、 中でも、ケロロ軍曹は、数回にわたって登場している、2006年3月17日号、2008年1月14日号、2009年1月12日号、お正月聴徳大号、2009年3月13日号など。テレビ情報誌における、芸能人連載コラムの掲載第1号は、同誌であった。初代である、高道課長、一人ごとハートヌード、 1984年4月6日号7月13日号全15回以降、春のタレントが連載を担った。1989年に同企画発の単行本として出版された南の洋子著月夜のくしゃみ1989年1月3日号7月14日号は彼女の人気と相まって高セールス記録した。全身の TV コスモス。 1987年10月創刊、全国版のみを経て、1995年3月に、月刊座テレビジョンとして、首都圏版と関西版の2版で創刊。その後中部版を皮切りに、各地域版が順次創刊されている。2014年10月号をもって、富山、石川、福井版は休刊となった。さらに2016年2月号をもって、青森、岩手版、 秋田、山形版、宮城、福島版、長野、新潟版、静岡版、熊本、長崎版、鹿児島、宮崎、大分版も休館、広島、島根、鳥取版と岡山、香川、愛媛、高知版も休館となり、広島、岡山、香川版に改編された。総刊号、1995年3月号の表紙は鈴木安寿。 男性初の表紙は1996年4月号の中井雅宏、スマップである。2015年3月号までの表紙登場回数、グループはメンバーのソロでの登場を含むは、1位、スマップ、53回、内木村拓也が15回、中井雅宏が9回、2位、嵐、33回、3位、キンキキッズ、20回、4位、時を12回、 浜崎さきあゆみ、12回である。二千一年六月二十三日に、BS ザテレビジョンとして、首都圏版と関西版が創刊。二千二年五月号には BS、BS&CS ザテレビジョンに開催したが、日半体制から、全国版のみに変更された。その後二千六年五月に、地上波、番組表も加わり、月刊ザハイビジョンとして、新創刊、再び全国版。 首都圏版的位置づけと関西版の二反体制になった。2008年9月には新たにチューブ版が創刊されている。2012年7月24日発売号より月間音なざテレビジョンとしてリニューアルした。CS 番組表が掲載されない市販版と CS 番組表も掲載されるスカバー。定期購読版に分かれ市販版はチューブ版が休刊となり、 全国版と関西版の二版体制に戻った。2013年6月24日発売後をもって市販版、全国版と関西版が休館となった。スカパー。定期購読版は発行継続となっており、スカパー。未加入者も角川オンラインショップで購入可能である。2009年現在、現在はスカパー。契約者及び角川オンラインショップのみの販売。 1982年、角川書店が東京ニュース通信社の週刊 TV ガイド編集スタッフを引き抜いて、角川書店の編集業務会社として株式会社ザテレビジョンを設立。同年9月22日にザテレビジョンを創刊し、同志や TV コスモスの編集、発行を行っていた。1992年10月にザテレビジョン社の社長だった。 門川嗣彦が独立したため、1993年3月に門川書店へ吸収合併され、同社の雑誌事業部となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。